ダニエル太郎選手をゲストにお招きしてサーブ編をお送りしたいと思います。ボールを越すぐらいまで上に行った方がスピードとかパワーは全然出ると思います。皆さんこんにちは、小野田道久です。今回もダニエル太郎選手をゲストにお招きしてサーブ編をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あのダニエル選手は、まあ、トリリンガルということで何でも言葉ができるということで、なんかサーブ何でもじゃないです。サーブをスペイン語で何て言うんですか。サケっていう。サケ、サケ、それかサーブをするっていうことはサカールっていうんですけど、それが動詞で、でもサーブっていうとサケってなるんですよ。よくスペインのね、講師たちがね、あのサケサケ、サケサケ、あのいわゆるウォームアップあったらサケってサーブなんだって、そういうあのことを僕はよく聞いてましたよね。はい、今日本語、スペイン語、英語、はい、どれが一番得意。あ、英語が一番、はい、まあ、日本語はすごい難しい言語なので。普通に喋ってる。ああ、まあでもその上手くなったよ。そうそう、上手くなりましたけど。え、じゃあ小さい頃は、まあお父様がアメリカ、はい、アメリカで、はい、お母さん日本人、はい。なんかどれが一番得意とかあったんですか。どっから覚えたとか。いやでも子供の時は本当にずっと日本語で、小学4年生ぐらいの時からまあ英語にし始めて、中学高校の勉強も全部英語でやり始めたので、漢字もちょっと 5年生ぐらい止まってるですけど、でもまあこの何年間もうちょっと日本に来る機会ができて上手くなりました。はい、まあちょっと今あのこのチャンネル見てるジュニアの方もいるんで、まあ、子供の頃から語学はしっかり勉強しとけよ。いやマジでマジでこれ本当にマジでやっとけよ。ということで、まあ、今日はサケ、サケ、サーブです、はい、ちょっとじゃあ、はい、やってもらいましょうか。はい、いや、おお、ミスった。ちょっと高さが違うね。190センチですからちょっと、はい、もちろんね、それはあの、いや、うわ、ちょっと正解のサーブを2本打っていただきましょうか。はい、うん、チャンネル登録よろしくね。以前こうプロになってから最初の頃から少しこうサーブのフォームだとか意識なんか変えたところってあります？うん、はい、もうサーブは本当にすごいいろいろテクニックちょこちょこ変えてって、うん、多分今が今までの中でサーブの調子が一番いい時なんですけど、まあ、特に僕の行ってたアカデミーが本当に、うん、まあ、昔のスペインの教え方で、サーブをすごいこのプリメロセグンドっていうんですけど、うん、ファーストとセカンドの間のサーブをファーストサーブで打つっていうのがすごい教えられて、 100% 思いっきり打てじゃなくて、はい、じゃ確率なんだ。確率でキックのもっと速いバージョンみたいな、でも跳ねるサーブを相手のバックに打ってそこからフォアで回り込むっていうのがメインなポイントの始め方で、でもやっぱりトップ100とかになってきて、あと、まあ、テニスも今時代がちょっと変わってきてもっとスピーディーになってきたので、それだけじゃちょっと対応できなくなってきて、やっぱサーブもいろんなバリエーションが必要だなと、あとスピードがもっと必要だなってなってきました。はい、普通にコンチネンタルです。長さもね、少し長めに、ね、あ、はいはい、しっかり持ってますね、うん、これぐらい。グリップエンドを包むような形になってますね、はい、人差し指は開ける、開けない、まあ、全く意識してないです。フォアの時はフォアバックが逆に、あ、開いてるね。でバックハンドの時も開いてる。あ、まあ多少開いてる感じ。斜めですよね。この指自体がちょっとこうグリップに対して少しね、そうそうそう、斜めに必ずなってるので、じゃあサーブも多少はこう開いてる感じか。僕結構こうやって開いちゃうんで、ここら。ああ、でも多分開いてる方が自然じゃないですか。うん、無理に開けることはないけどね。うんうん、じゃあこのコンチでスピンとかスライス系は同じ。
同じです。まあでもスライスの時は少しだけもっと内側に、なるほどね、ちょっと薄くするな、はい、うん、薄くするともっとスピンがかかりやすく、うん、ボールを切るっていうのがもっと簡単にできる、うん、結構左、うん、結構左、スピン系が多かったとね。そう、でも今はもっとフラット系が全然増えてきたので、うん、やっぱ頭より少しここら辺ですね、ちょっと右ですね。でもちろんセカンドサーブになるとやっぱプロはキックが多いので、うん、ここら辺、ね、うん、ここら辺ですね。そうするともっとこうやって上げれるようになってくるので、はい、その位置はちょっと変えなきゃいけないです、ね、うん、以前はね、あのもうちょっとなんかトスが高かったイメージも、そう、はい、重く持ってました。あのもちろんスピンサーブをすごい多く打ってたから、はい、うん、あの今日のサーブなんか見ててもすごくこの高さが一定で、ね、あのボールトス上げたボールに回転かかってない、安定してますね、ない、もう、うん、それもよくね、サーブが良くなってきた一つの要因だよね。そうですね、はい、うん、やっぱりボール、あのトスが高いと、うん、ミスに関わるそのバリエーションがちょっと入ってきちゃうので、うん、やっぱり完璧に打たないと、うん、上下に動いてるものってうまく合わせるのすごい難しいので、うん、足はもともとこう揃えないタイプで、もともとちょっとフットバック後ろにこう置いて曲げるっていう、あと何年か前はもうちょっとワイドだったり、あ、スタンスが、はい、でも今ちょうどこれぐらい で少し後ろの足が、右足が少し背中側、このかかとと線が合ってるぐらいのところに、結構後ろなんですよ、右足、ちょっとマッケンローっぽい、マッケンローもね、マッケンローはもうこんな感じだけど、でもそういう考え方かな。そうすると体がもっとひねりやすくなる。ここのスタンスがこうなるとどういうイメージだったんですか。こう今これぐらいでしょ。そうするとやっぱり上に行くエネルギーがちょっと弱くなっちゃうなってなって、少しこれぐらいにして、狭めて、はい、なるほど。でここの上下運動がしやすくなるっていうことですね、うん、でも本当にこれをするかしないかはもう本当に好みだと思います、うん、する人もいる、ね、フェデラーとかしないし、しないです、はい、でもナダルはしますね、ちょっと変えたりするよ、はい、ジョコはしない、ジョコもしないですね、うん、やっぱりサーブは上から打つものだから、こうやって下に下げようっていう気持ちがちょっと強い、自分でもたまに強いんですけど、でもやっぱりボールを越すぐらいまで上に行った方がスピードとかパワーは全然出ると思います。こうやって上に行けば顔も下がらないから、スイングスピードは全然上がる。やっぱりこういうふうに下げてくると、フォアともバックとも同じで、やっぱ腕のが行くところがなくなっちゃって、こうやってもうこういう風に下げちゃう風になっちゃうので、腕の通り道がなくなっちゃうってことか、はい、なるべく腕をスムーズに行かせるためには、このやっぱりさっきもう全部のストロークとも同じだけど、足からの力をどれだけボールにこうやってバーンって伝えられるかっていうことだと思います。じゃあ構えて、こうやって構えてるときはここは力抜けてる、抜けてない、なるべく抜かせようとしてますけど、でもだからといって手首をこういうふうにぐにゃぐにゃ動かすのは多分良くないと思います。手首が動いちゃうと、それがまたミスる可能性のバリエーションに入ってしまうので、なるべくここは固定するけど、でも肩はリラックスした方が、でもそこは難しいです。今でも僕でも結構苦労してる、はい、こうやって構えて力がこうやって入っちゃう、いろいろ考えてどこ打とうかなで固まっちゃう人が多分多いってことですよね、はいはい、力抜きゃいいわけじゃないですからね。そうそう、ね、あの加減っていうのがね、必要。そう、よく聞くのがちょっと力抜いてもっと振り切れだな、うん、だけどでもどこまで力抜くのかとか、うん、まあ、本当に難しい、あの、うん、もう自分で感じるしかないバランスだと思います、うん、はい、力を抜くって結構難しいと思うんですけど、はい、我々はその小さい頃からやってるじゃないですか、うん、最近テニス始めた人はやっぱりそういうところが分からないんで、うん、まあ、その辺はまあギュッと握りしめないとか、グリッププレッシャーは少しこう触るぐらいでいいとか、はいはい、その、まあ、そういうニュアンスをこう伝えられたらいいなっていつも思ってるんですね。でも多分伝えられないと思う本当にある程度やっていかなきゃ分からないことだよね。そう、分からないです、はい、あと例えば加減っていうのは、うん、自分ではすごいリラックスしてるつもりなのに、うん、外から見たら超力んでると思われたりとかもするし、うん、本当にちょっと大きすぎる、つか、はい、めない、あの
ものなので、僕は、うん、力抜く抜かないっていうよりも、まあ、ここのいろんなちょっとテクニックのコントロールできるところに集中してる感じです。まあ、例えばサーブが調子悪くなりました、何を意識、何を変える、変えれるところってか、あの限られてると思うんだけど、うんうん、これは多分見てる方、もしくはトーナメントに出たい、もっと上手くなりたい、試合で勝てないんですよねっていう方が必ず陥るんです。試合中にテクニックを見直すっていうのはとても難しいことで、はい、多分良くないので、試合中に本当にサーブが詰まり始めたら、もう本当にファーストサーブの確率を上げることが大事です。特に WT の選手とかすごいあるんですけど、ダブルフォルトが多い選手とか、やっぱりファーストサーブをたくさん入れる。でやっぱりスピードが落ちても、ファーストサーブだから一応アタックしようっていう精神的なマインドセットにならないので、リターン側は、かつ確率は落ちちゃうんですけど、でもファーストサーブ入れていけば、どんどんフィーリングがちょっとずつ良くなって、もしかしたらもうその後にスピード上げれるかもしれない。でもやっぱりそういう悪いフィーリングを乗り切るってことも本当に大事だと思います。ミスし始めたら、スピードを落としてでもファーストの確率を上げるっていうことが大事ってことです、うん、はい。まあ、視聴者の方も、まあ、そういうところを気にしながら、まあ、練習をやってほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。スタテに、あれ、Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like.By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!